いやだからこの間のアノマックスも買って、ああ、はいはいはい、やってるんですけど、本当に家にあるんですね、マックス。買いました買いました、あの中野のやつですよね、はいはい、黒の。じゃあはい、やっていきましょうか。はい、お願いします。濡れた状態からスタートで、はいはい、じゃあいつもの感じでちょっとやってみます。はい、ドライヤー、はい、はい、いいですか。前回切った時の、はい、家でやってみた感じの画像図を出してるんで、ここに出しとくんで、はい、最初の感じこれで、はい、で、はい、まあどれぐらいやばいね。なんか一応教わったことを今実践すれば、はい、そうですね、いいですね。じゃあ乾かす、失敗しても大丈夫です、はい、いくらでも直せる。でもちょっとそれはもう慣れまして、もう乾かす分には、ね、はい、もうこう乾かすわけですよね。だから後ろからですか、なんかこんな感じだからした、なんか上げる感じの。いや乾かすだけじゃないですよ、それが難しいんですよ。そうですよね、なんか立たせる感じですよね。あ、そうそうそう、立たせる弱めをで、毛流れを見た方がいいです。毛流れ、こう、あの、決定こっちに入ってる、はい、ところはこっちに乾かした方がいいんですよ。あ、こっち向けに、はい、こうやりつつこうですか。そうです、イメージ的には。だからイメージ的にこういう感じ。あ、はい、で、ここの毛、横の毛っていうのは、はい、あの前に入ってなくてこっちに入ってるんで、はい、まあ、佐々木くんの髪の生え方的にそういう感じなんで、はい、この毛流れの方向にこういう、あ、違う、もうこういうことですね。あ、そんな感じ、そうそう、で、この下だからこういう感じで、そう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 、そう、こう、ん？こうか、こうか、こう、こんな感じで、そうですね。で、根元をしっかりこう、こすってあげることが、はい、根元をこすって、こっちはこう、上げる感じですね。そうですね、そうですね。こっちをこうやるのと、あとこっちをこうやったりするといいかもしれない。ああ、ちょっとクロスさせるっていうか、あ、こういう、そうですね。で、こっち側やるときはこう、こう、はい、まあいろいろちょっとやりやすい、こういう、あ、そうそうそう、感じですね。で、あんまり潰しすぎない。あ、はい、そう、こっちもこういう感じで、あ、そうです。あ、いい、こんな感じですか。で、あと、まあ、後ろから前に、はい、こういう感じで、結構もう後ろからこう、こういう感じで、あ、はい、こう、あ、いいわ、こう、もう実践してやるから、もうちゃんと覚えます。で、後ろもしっかり下ろす感、下ろす感、こっちですか。そうですいい感じですか、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。前は大丈夫、こんなもんで大丈夫ですか。そうですね。じゃあ、この顔がいったで、このつむじ付近が変に乾いちゃってるんですよね。あ、はい、この毛がちょっと前にめっちゃ思います。なんかこう下に行くやつがこういったりみたいな。あ、そう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 、つむじの場所を把握したいんだな。そう、だからここにつむじがあるんで、こっちより前の毛は前方向に乾かして、はい、下に下ろすベク系を前に持ってこうとしてんで、こういうなんか立ち上がった毛ができちゃうんですよ。だからそういうのを、あの、つむじの位置を把握して、あの、ドライヤーの風を、こっちの毛は下に、こっちの毛は前に、でこっちの毛はこっちにみたいな感じでやってあげるとですね、それでドライヤーの風の当てる方向をちょっと決めましょう。で、こっちの毛がこう前に、はい、このドライヤーがすごい大事、はい、まあそんな感じで、はい、いいですか、大丈夫ですか。じゃあ次、ワックスタイム、ここからですよ。じゃあ中野の6番を、はい、つけてやってください。じゃあ、あの、前に教わった通りやりますよ。はい、手に取るわけですね。そうですね。で、こう見せてあげてください。あ、すいません、慣れてないんで。こう、あるのを伸ばす、手で。そうそうそう、伸ばして、後ろからつけるんですよね。そうですね。で、もうちょっと足した方がいいですね。はい、少ないですね。うん、とりあえずそんな感じで、はい、なんか適当に上げるんですよね。そうそうそう、上にガーって上げる感じで。はい、ちょっとやばかったら言ってください。まだ大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です。で、次にここら辺を上げるんですよね。そうです、そうです。だから上を向くような感じでつけちゃっていいです。上に乗せる感じで大丈夫ですか。あ、そうそうそうす。ちょっと足らない、ちょっと足りないなと思ったら足して、そうです、前髪をバーッと上げる感じですね、はい、あ、そうそうそうす。横も上げちゃっていいですよ、はい、バッとやっていいですか。もうはい、まあ、豪快にいや、ここまではでももうわりかし、うん、もっと全然まんまんつけちゃっていいですよ。はいこんな感じですよね。はい、そうです、スーパーサイヤ人みたいな感じにしちゃってください、はい、で、後ろも立てちゃっていいですよ。はい、あ、いいですね、いいですね。大丈夫そうですか。そうですね。でも手に余ってるので、はい、前髪をこうつまむような感じで、はい、毛先をつかむ感じですね。全然うまくいってる気がします。こう引っ張るだけですよ、はい、こうさっさっさっ指を通す感じですね。ここからが勝負だ、ちょっと。あ、で、ここの上の部分にもつけてあげます。はい、これだって器用とかの話じゃないですか、ここ。いや、けど慣れっすよ。慣れですか。慣れです、慣れです。これ多分あの中学生ぐらいの子が見てるんで、この動画やりだわ初めてのはいはいはい、ヘアセット講座。いやー、中学生からもうこういうの覚えてるんですねそこの差だわ、それ。けど、まあそんな感じです。はい、で、前髪は OK です、その辺で。はい、まだそこまで難しくはない気がするんですよ。そうですね。ここからじゃないですか。ここから下ろす、はい、感じですね。放射線状に下ろしていけばいいんですよ。どういうことですか。だからここを点としたら、はい、ここの毛は前に、はい、前に、この毛は こっちに、この毛はこっちに、こっちに、はい、もう下ろしていけばいいだけです。この毛は下に、もうなんかちょっとやばい、やばい匂いがしてきたさっきの大丈夫ですか、これ。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか、これ。あ、けどいい感じですよ。本当ですか。で、ここ立ち上がっちゃうところはこっちに持ってくと跳ねちゃうんで、ちょっと方向を変えてみると収まりやすくなる。やばい、けどね、大丈夫ですか。ちょっと、それに手はよし、こっちに。なんか目的が分かってきた。どうしたか分かんない。けど、イメージそんな感じです。で、あとは最終形の形をイメージすればそれはもう数、動画とか見るしかないですか。じゃあちょっと正面に、はい、じゃあ、押してください。はい、いや、今のマジでその作業は全てなんですよ今日整えるわけですよ。整えるって何ですかって、整えるって分かんないですよねいや、もうこうやるだけです、こうやってるだけです。やってるんですか、その一瞬何がだから、こう引っ張りすぎるんじゃなくて、はい、佐々木君、こういう風に毛を引っ張ってたんですけど、俺はこういう感じでちょっと浮かせながら、あの毛を置いてるんですよね。だから動き的に言うとこういう風にやってます。そうすると根元がこう立ち上がって、こういう感じの、配置になるんです。本当慣れない、慣れですね。そうですよ。だからモルさんの動画いっぱい見てくださいだって自分の動画じゃないですかでもちゃんとふんわりさせてるけど、なんかちゃんと収まってるじゃないですか。うん、俺自分でやったらそうならないですよ。うん、綺麗に形が一応できてるのに、そのふわっとさせない。だからもう最初の段階は合ってるってことじゃないですか。後ろつけて、前につけて、前髪つけてはそこまでは間違いないんで、そこの次がつまずいてるところなんだと思います。で、こう指でこうねじると束ができるんですよ。その束を強調させるとさらにかっこいい感じになります。で、よく言われてる黄金比っていうのがあるんですよ、はい、ヘアセット黄金比っていうのが、なんかひし形のシルエットって聞くんですけど、はい、だから横をちょっとこう出してあげて、けどここはあんまり出さないで、で、上は立ち上げてみたいな、こういう感じで、なんか束を作っていくんです。だからもう、そのコンタクト入れるのもそうですけど、
最初鏡見ないとダメだったけど、見なくても入れるようになるかもしれないんですか。 それと同じで、多分セットも鏡見なくてもできるようになります、そのうち入れてれば。で、まあワックス付きはこんな感じで、そこからちょっとスプレーを使います。あ、はい、まあ、これやっぱあった方がいいんですか。いや、スプレーは別にあってもなくてもって感じなんで、あったら使ってもいいかなみたいな。まあ、スプレーはその形を、この毛束の位置をもう固定させるだけです。今ってもうふわふわして結構風とかが吹いたらそっちの方向いちゃうんで、それを固定する、君はこの位置で君はこの位置みたいな感じで固定するようなイメージです。あ、一応付け方としては、付け方としてはちょっと離し気味にして、例えばここの部分を整列させたかったら、その部分にこう当ててあげて、そこをこうつまんであげる。動きとしてはそのさっきのワックスをつけるときと同じような感じですね。まあ、最初はちょっと部分部分にこの毛束だけにつけるような、つけるみたいな感じのイメージでつけてあげて、最終的に全体的にバーッとかける。でこうシルエット分かりますね。こう、はいはい、形があるとしたら、今ってここが若干くぼんでるんですよ。あ、はい、こうあってここだけに毛がないから、その部分に毛をこう動かしてあげる。でそのシルエットの穴埋めをこう毛束でしていくんです。そうするとここに毛が来たから、あの、繋がったんですよ。であとはこの辺とかに穴があるのが、はい、気になります。だからそういうのをこう指先を使ってこう補正していくというか、あとこの辺ちょっと低いから、この辺に毛束を左右に動かして整えてみて、もう毛をちょっとずつこう配置していく感じですみたいな感じですかね。ちゃんと綺麗に束が整列してる感じですね。だから後ろはもう本当自分の毛整える感じで、こう下に下ろしてあげる感じで、はい、であんまり引っ張りすぎないで、こう根元をこう下、そうですね、後ろの方が難しそう。そうですね、見えないんで、はい、でこう触ってみてボコボコしてないかなっていうのを確認して、こう出っ張ってるところがあったりしたら、そこをちょっとこう撫でて収めてあげるみたいな。一応後ろもなんかちっちゃい束っていうか、あ、そうですね、こうつまみながらこう整えていく感じで、まあ、けど後ろはそんなに束々しい感じじゃなくていいと思うので、そのこう手のひらでポンポンポンって触ってみて、この山がないかっていう、結構分かると思うんですよ。触ってみると今整えたんで、あ、はい、そうです、そんなに角はない感じなんですけど、一箇所だけこう浮いてたりすると、ちょっとそ、あ、はい、ちょっと触ると、そうですね、角ができるじゃないですか。はい、そういうところをちょっと収めてあげて、球体にするというか、そうすると、まあ、見ないでも変じゃない感じに仕上がってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか大丈夫ですかこれ。はい、すいません、でも本当自分じゃできない感が。また次回それを習ってどうなったか、はい、じゃあ、あ、いいですねそれ、はい、ちゃんと成長してくる。そうですね、はい、前回より上手くなってるっていうのを見せていけない、大丈夫です、練習します絶対、はい、恥ずかしい。じゃあまたそれ送ってください、はい、了解です、ありがとうございますはい、じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございます